星の輝きをその瞳に宿すもの、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星地球に向かいました。輝きを探すことだけでなく、コメットは今輝きを磨くことにも夢中みたい。これは夢に向かって突き進もうとしているケイスケ君の影響かしら。さあ今日はどんなことをして輝き磨きをするのでしょうね。遅れちゃった。また姫様、絵本ばっかり見てるからだぼ。地球では読書の秋って言うんだって。だからってつよし君とねねちゃんのお迎え忘れちゃダメだぼ。なんだぼ。ピープーくんが通った後。何？絵本の中に出てくる北風ピープーくん、山をきれいに染めてくれるの。またそれよりお迎えだぼ。いけない。残したお化けが出てくるの？うん。残したお化け。なんだぼそれは。だってねねちゃんがいけないんだよ。はあ、ねねちゃん残してる。ピーマン残してる。え、ソース君は？食べたに決まってんじゃん。知らねえぜ。残したお化けが出てくるぜ。出てくる出てくる。残したお化け物残したら出てくるお化けなんだ。でもそんなのみんなで言ったらかわいそうだぼ。うん。あ、でもみんなねねちゃんのために言ったんだよね。ねねちゃんのため、ちゃんと食べた方がいいよって。そうだ、その通りだって。コメットさん、ちょうどお勉強したところ。お勉強？うん、北風ピープーくんと同じだもん。いい？始めるよ。うんうん、始めて始めて。北風ピープーくんはとっても冷たい意地悪な子です。青々と豊かに身につけた木たちの葉を枯らしてしまおうとするのですから。北風ピープーくんは凍えそうな冷たい風をどんどん吹きかけてきます。寒い。意地悪だ。ソースくんと一緒だ。違うよ。木たちは真っ赤になって怒ります。真っ赤になって？ねねちゃんと同じ。けれど
木たちはやはり北風ピープーくんにはかないませんでした。赤くなった葉っぱをみんな散らしてしまうのです。木が泣いているみたいだもん。ねねちゃんと同じだ。でもちゃんと続きがあるの。続き？冬が来てもっと寒くなるんだ。木たちかわいそう。大丈夫、落ち葉のお布団があるからあったかいの。あったかい？散らされた葉っぱは暖かいお布団になりました。そしてそのお布団はいつしか土になって栄養になります。栄養？栄養をいっぱいもらってまた大きくなるんだね。北風ピープーくんが葉っぱを散らしてくれたおかげで、また春には輝きいっぱいの緑の葉っぱをいっぱいいっぱいつける木たちでした。わあ、いいお話だもん。このお話と同じ、つよしくんは冷たいことねねちゃんに言ったかもしれないけど、ただの意地悪じゃなかったんだと思うな。その通り。面白がってただけじゃないんだもん。多分そうだ。つよしくんはパパの代わりをしてくれたんじゃないかな。パパの？そうそう、パパの代わりに行ったんだね、ねねちゃん。でも残したお化け来ちゃう。残したお化け怖いよ。出てくる出てくる、残したお化けが出てくる出てくる出てくる、残したお化けが出てくる出てくる出てくる、残したお化けが出てくる。あ、メテオ様。釣られちゃったわ。あんたら釣られちゃったじゃないの。何この耳障りな歌は。ただいまご報告に上がろうとしていたところです。実は今日残したお化けがコメットさんのいる家にやってくるのです。はあ？残したお化けとはこれです。ほら。わあ！あら？びっくりするじゃないのったらびっくりするじゃないのよ。何か残したんですか？何？残したお化けは食べ物を残したこのところに現れるんです。ボルデシモ、怖いお化けなのです。絵本のお化けじゃないのですが。そんなものが現れるわけないでしょったらないでしょ。姫様、それを言っちゃお子様の夢が。お子様の夢？そうです。へえ、お子様の夢は壊しちゃいけないってこと？また何か企んだご様子。聞いて聞いて、ビッグニュースよ。ニュース？やっとやっとパパが帰ってくるの。パパ？パパが帰ってくる。さっき連絡があったのよ。明日の朝には着きそうだって。明日じゃダメ。え？ねねちゃん、パパが帰ってくる前に食べられちゃう。ん？残したお化けに食べられちゃうって。残したお化け？あ、絵本のお話でしょ。大丈夫、本当はそんなのはいないから。いないの？ん？残したお化けいた。相当怖がってたようですな。しかし小さい子を泣かして喜ぶとは。何やってるんだぼ。そうよ、趣味悪いじゃない。だから私はこんなことやりたくなかったのよ。姫様、いくらコメットが嫌なやつだからって小さな子を巻き添えにする、こういう卑怯の手は好きじゃないわったら好きじゃないわ。ムーク、バルジェもほどほどになさい。まったく。なんですか？こんなもの棒にあげます。やってられませんよ。なんだぼ。まだお尻から残ってたのかぼ。怖いよ怖いよ、来てたよ残したお化け。大丈夫、コメットさんがいるよ。コメットさん残したお化け怖くないの？見たことないから。食べられちゃうんだよ。コメットさんも？コメットさんもわかんない。でもねねちゃんは可愛いから食べられちゃうの。大丈夫だ。ツヨシパパが守ってみせる。家族を守るのがパパの役目だ。ツヨシパパ？そうだ、
つよしくんパパかっこいい。へえ。ねねちゃん、コメットさんはつよしくんパパを信じる。え？つよしくんパパに守ってもらおう。よっしゃつよしパパ、外の見回りに行ってくるぞ。みんなついてこい。はい。姫様、つよしくんせっかく頑張ろうとしてるんだもん、協力してあげよう。いやその大丈夫、残したお化けは本当にはいないって。そうじゃなくて。みんな遅いぞ。あ、はい。うん、待ってるぞ。それでは戸締まり開始、敵の侵入路を徹底的に封鎖する。はい。エトワール。つよしくんパパ、できました。どうだ、残したお化けはもうどこからも入れないぞ。これなら安心だね。うん、難攻不落の要塞なんだ。つよしくんパパ、難しい言葉知ってるね。ははは、テレビで見たんだ。でも、ん？まだ怖い？ねねちゃんたち、どうやってお家に入るの？ああ、張りがちな失敗だぼ。くんパパ、ドジちょっと失敗しただけだ。早くお家に入った方がいいぼ。どうして？いいから早くだぼ。早く早くだぼ。何慌ててるのラボボ。姫様、この通路も早く閉じて。みんなご飯よ。はい。ラバボ？ん？それが実はラボ。へえ、じゃあ本当に残したお化けが出ちゃったの？そうなんだボ。なんなのその格好。ねねちゃん守ってくれてるの。そんなことしなくても、ほらこれを食べたらもう大丈夫だって。うわ、ピーマンだ。まただ。コメットさんのリクエストなのよ。残さず食べたら、もう残したお化けも襲ってこないから。ああ、来ちゃった。残したお化けだ。やあね、風邪よ。ね、早く食べちゃおう。苦い輝きあるよ。わかった。ねねちゃん食べる。なくなっちゃった。ウッドデッキまで走って。うん。ラババお願い。
まって。うん、クボジャンプ。ギリギリのとこだったボン。あ、何？待って、こういうの強しくんに力をください。強しくんに力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。みんなが持ってる力を一つの輝きにして。声出して。見える？見えた？うん、もうすぐ。ジョージ君も見たい。ネネちゃんのがもっと見たい。ボーも見たいボー。だよね。ただいま。あれ、ただいまって、あれ誰？
さあ誰と剛くん知らない人。おいおい、ねねちゃんもひげの人知らないよ。ああ、パパは違う人になっちゃったかな。じゃあ違うお家に帰るか。バカ、パパのバカ。あったかいな。お帰りなさい。こっち空いてるよ。はい、お帰りなさい。ただいま、みんな。いいな、我が家の匂いがしてきた。なんだか急に赤くなったのよ、山。山もママみたいに綺麗にお化粧して出迎えてくれてるのかな。いやね、あの、違うんですけど。ん？山が赤いのは剛くんパパが頑張ってくれた証拠。そうそう、家族みんなを守ってくれたんです。剛くんパパ偉いんだよ。ほう、すごいな、剛。ねえ、照れるじゃねえか。お、剛も赤くなったか。姫様、忘れてたの。え、北風ピーポー君、まだ絵本に戻してないもん。大変。でもまだいっか。頑張って山をきれいに染めてくれてるんだもん。そう、誰かが頑張ろうとしているとき、そこでやめた方がいいなんて言ったら、せっかくの輝きが消えてしまいますものね。少しだけお手伝いしてあげるだけで、輝きはますます磨かれるはずですものね。大変お似合いですが、ちと衣装が浮いとりますな。私がチームに入ればバトンの女神も微笑んで、ヘナチョコチームも優勝ったら優勝ですわ。素晴らしい、ミラさんとカロン君の良い思い出になりますな。え、思い出。次回コメットさん、時には王女のようにキラッとお楽しみ。輝きごちそうさま。